通指導取締りに指導します。あさってスタートする秋の全国交通安全運動を前に、今日松山市で行われた交通機動隊の出動式。今回の交通安全運動では歩行者の交通事故防止などのほか、自転車のヘルメット着用の徹底に向けた啓発を進めていくということです。その自転車用ヘルメット、都道府県別の着用率が先週発表され、愛媛県が 69.3% と2位の大分県に20ポイント以上の差をつけ、2年連続の1位となりました。県はもともと着用率が高い中高生に加え、大人の着用が進んでいることが1位の要因ではないかとしています。松山市内の建設コンサルタント会社です。スタッフ5人が自転車で通勤しています。 100% の着用率になってます。車内規定の中でですね、ヘルメットを着用しようと。この会社では去年1月以降、自転車で通勤するスタッフのヘルメット着用と自転車損害賠償責任保険への加入を社内ルール化しました。被らないともう乗ったらいかんというふうなもう感覚ですね。もう今は義務化になったからっていうので、親は被らなきゃって、被ってない人に着用してもらうきっかけとしてですね、まあ、会社としても、まあ、少ない社員ですけども、まあ着用すると。大人の方も高校生の方と同じようにヘルメットをかぶっていただければ、自転車安全に利用できますので、お願いできたらと思います。